さあ、始まるざますよ。行くでガンス。ふんがー。おい、解説始めろよ。皆さんこんにちは。ゆっくり解説の霊夢です。解説の魔理沙だぜ。今回はデラーズ紛争時代の量産型連邦軍モビルスーツについて解説をします。一年戦争時のような大量にバリエーションがあるわけではないので、今回と次回で終わってしまうぜ。戦後は地球連邦も戦後処理が忙しいからそれどころではないのでしょうね。そうだろうな。登場するモビルスーツは本当に少ないぜ。では、早速解説を始めます。ゆっくり見ていってね。まずこの時代の連邦軍主力モビルスーツは、RGM-79C、ジムカイ、になります。これは一年戦争モビルスーツですでに解説しているよな。そうだね。補足としては一般カラーと、トリントン1カラーの2種類あることかな。宇宙での戦闘で出ていたのは主に赤色だったよな。そうだね。あと宇宙で使われていたのは他にも、RB79C、ボールカイ、かな。これは一年戦争で使われたボールに作業用アームの増設と、姿勢制御用スラスターの追加が行われているわ。ただ、戦闘で登場したのではなく作業用として登場した感じだな。そうだね。例の兵器を使用するためにね。で、先ほど出たトリントン基地で実験されていたモビルスーツが5つあるぜ。それがこの、RGM-79、パワードジム、になるぜ。これは大型のバックパック、大水力ブースター。両膝用のショックアブソーバーユニットを装備し、トリントン基地で評価試験を行っていたぜ。なので専用型番などはないぜ。これはガンダム計画の一環でガンダム試作1号機と同型の、バックパックを装備していて通常のジムカイと比べると、30% 増しの水力を発揮しています。劇中でもザク 2F2 型相手に一方的に攻撃していて、水力極振りの強さを証明しているからな。そうだね。いかに地上戦での三次元軌道が重要か分かったわよね。止まってただマシンガンを撃っていては戦車と変わらないからな。なのにパイロットが止まってバズーカで狙撃しようとしたから。どんなエースパイロットでも油断したらダメってことだぜ。ですよねー。あと先ほど少し出たザク2のように連邦軍に露格されて、運用されるジオン軍モビルスーツもあったぜ。劇中で出てくるのは、MS-06F2、と、MS-14F、かな。その後の作品にも結構な数が出てくるぜ。数年後の連邦軍がジオンっぽい見た目のモビルスーツが増えるのって、こういった経緯があったからかな。それは間違いなくあると思うぜ。ジオンの技術も手に入れたハイブリッド型になっていくからな。そう考えると一年戦争後のモビルスーツの進化が恐ろしいことになるのは、当たり前だったのかもしれないね。連邦とジオンの技術のハイブリッドだもんね。そうだぜ。だけどその話はまた別の機会にあるぜ。そして次に解説するのは、RGM-79N、ジム、カスタム、になるぜ。では、詳しく解説していくぜ。ジムカスタムは1年戦後に RX-78NG1 の設計データを元に制作された、超高性能量産型モビルスーツになるぜ。見た目でアレックスに似ている部分が多い理由がそれなのね。そうだぜ。同じオーガスタ系列に属しておりさらに、ジムカイを超える水力、ガンダムタイプ並みのフレーム強度さらに、高出力ジェネレーターも装備しているぜ。でも、一年戦争時の例のモビルスーツよりは水力が劣っている気が。その辺が今後のモビルスーツ開発の重要な点なんだぜ。どういうこと？推進力が高い方が圧倒的に強いと思うのだけど。そうだな。まず5つ目に推進力をガンガン上げても果たして、それを扱いきれるかなって点だぜ。どういうことかな？要はモビルスーツが戦闘機などと宇宙での戦闘で違うのは、運動性が高い点だぜ。
モビルスーツはアンバックなどを多用することにより、自由度の高い回避能力や旋回能力を得ることができるぜ。ああ、そうか。一年戦争後はビーム主体になるから、水力で逃げようとしてもダメか。そうだぜ。だったら曲芸のような回避方法で、敵の攻撃を避けた方が生存率が高いということだぜ。だから一年戦争後のモビルスーツは姿勢制御系統が大きく発展するぜ。アポジモーターなどがそれだな。要はより自由な運動性と扱いきれる水力を使って、敵の攻撃を回避しつつ迎撃をするんだぜ。でもどうしてそうなったのかな。連邦軍パイロットなんて大量にいるから。一年戦争のように低コストのモビルスーツを大量に量産すればいいのではないのかな。それはいろいろ理由があって連邦軍は戦後軍縮をするんだぜ。大規模戦闘自体なくなるからな。だからここのモビルスーツの性能を上げて戦果を上げようってことかな。なるほどね。まあ一発で撃墜されちゃ育成とか無駄になるしね。そうだな。高水力を扱えるならいいんだけど大半のパイロットは扱いきれないしな。なので今後のモビルスーツは姿勢制御バーニャやアンチビームコーティングなどが重要になるぜ。なるほどねー。じゃあジムカスタムはかなり強力なモビルスーツなのかな。劇中では特徴のないのが特徴とか言われていたけど、それは逆に言えば無駄のない洗練されたモビルスーツということだぜ。現に登場したパイロットは本気を、旧式のゲルググなら楽なもの、と言っていたくらいなんだぜ。そう聞くとなんかジムよりはガンダムに近いわよね。そうだぜ。量産型アレックスと言っても過言ではないのが、ジムカスタムなんだぜ。だからもちろん高コストで配備数も少ないぜ。あや、仕方ないのかな、やっぱり。そうだろうな。だから後に RMS-179 が生まれるんだろうな。なるほどね。でも武装型しか実弾射撃武器なのよね。そうだぜ。兵装を解説すると、60mm 頭部バルカン砲、ビームサーベル、シールド、90mm ジムライフル、になるぜ。一応ゲームなどにはビームライフルもあるけど、基本的にメイン射撃武器は実弾 90mm になるぜ。どうしてビームスプレーガンなどじゃなかったのかな？これにはいくつか理由があるぜ。まず5つ目には継続戦闘に関することだぜ。この時代のビーム兵器はまだ EPAC などが配備されていないから、装弾ができない。つまり弾切れしたら終わりなんだぜ。しかも一年戦争のような集団戦よりも少数で戦闘をするため、ここの継続戦闘力を上げないといけないんだぜ。ああ、そうか。実弾は予備弾倉を持っていけばいいしね。そうだぜ。さらにまだビームの出力自体がこの時代は低くて、地球上では空気による減衰が大きいからな。二つ目の理由がこれだぜ。つまり様々な状況での運用を想定してということだぜ。現代でもどこでも使える兵器は信用性が高いしね。あと三つ目の理由はジェネレーターの問題じゃないかな。以前にも解説したがビームライフルを使用しなければ、その分ジェネレーターを水力や姿勢制御などに回せるからな。ああ、そうか。強力なビームに回すと今度はそっちが、低くなってしまうからね。だからこそ数年後には強力なビームを打ちたい、機動性も上げたい、となるからジェネレーターの大型化が始まるんだぜ。なるほどね。この辺を知るとガンダム作品が本当に楽しめるわね。でもジムカスタムは高コストだから後継機などは生まれなかったのかな。いや、生まれるんだぜ。あれ、でも今までのパターンだと高コストモビルスーツは消えた気が。それがこの、RGM-799、ジム、クエル、だぜ。へえ、じゃあこのモビルスーツも大活躍するのかな。ある意味大活躍するぜ。本当に。どういうことなの？このモビルスーツの解説は0083の最後に行いたいと思うぜ。理由はお楽しみに。どういうことなんだろ？本当に違う意味でアレックス系列は不遇だよな。
第3回いかがでしたか？今回で連邦軍量産型モビルスーツの解説の大半が終わったぜ。はや、って思った方それは間違いです。一年戦争が多すぎるのですよ。笑えない話だが、一年戦争モビルスーツ超えられない壁その後のモビルスーツの数、なんだぜ。以前にも言いましたが今後も一年戦争のモビルスーツは増えるので、その後のモビルスーツの数と比べるととんでもないことになると思います。神様的には一年戦争じゃないと売れない、という考えなんだろうしな。まあ、結局売り上げが全てだからな。設定や倫理なんて神様にはないしな。だ、誰か、神様を止めて。次回はあの高攻撃力、高防御のモビルスーツになるぜ。マリサが好きそうなロマンモビルスーツよね。攻撃も強い、防御も強いなんて。だから言っただろ。一年戦争後の連邦軍はロマンモビルスーツにシフトすると、高出力、高機動、可変、見た目すべてにおいてジオン以上の、ロマンモビルスーツ生産工場になるということを。ぐぬぬ。でも連邦軍はそれを実戦でちゃんと使っているから、決してロマンモビルスーツじゃないわ。ははははは、その言葉がどこまでもつか楽しみだよ。ぐぬぬ。では、皆さんまた次回お会いしましょう。また次回会おうぜ。では、ゆっくり解説次回。後方支援モビルスーツ。お前のような後方支援があるか？